どうも大助です今回はあなたが嫉妬している人と同じぐらいそもそもあなたは努力してますかということについてお話ししていきますというのも人間なんだから誰しも嫉妬することとかありますよねクラスの人気者だったりなんか自分が頑張ってるのになんでひょうひょうとしてるあいつの方が成績いいんだとかそういうような嫉妬ってありますよね僕なんてまあ劣等生だったから嫉妬の嵐だったわけなんですけど結局 嫉妬して誰かを攻撃しても自分の人生は変わらないないんですよね誰かの悪口とかアンチコメントを書いたりとか陰口を言ったところで自分のスタイルが良くなるわけでもないし顔は不細工のままだし頭は悪いはま,ままなんですよね特に人の悪口を言ったところで臨時収入が入るわけでも自分の借金が消えるわけでもないんですよねだからその嫉妬している人がいるんだったらその人を自分と同じ場所まで引きずり下ろすんじゃなくて彼らと同じ位置まで上り詰めるそして彼らを追い越すために何をしたらいいのかなっていうふうに自分を高めることにフォーカスしましょうよと焦点当てましょうよって話なんですよね でそもそもあのなんか、まあ、自分の身の回りで嫉妬している人とかすごいなとうう思う人だし彼らは天才だとうう思うかもしれないじゃないですか例えば僕の場合だったら、まあ、あの YouTuber として活躍されているオリエンタルラジオの中田敦彦さんとかメンタリスト DAIGO さんとかあの尊敬してるし彼らは天才だなとうう思うシーンもあるんですけどただ彼らの追い立つとかをいろいろお伺いしてると彼らは、まあ、もちろん才能もあるけど才能を磨く努力をしているだけなんですよね。 で誰かに嫉妬する前にそもそもあなたはその人と同じぐらい努力してますかって話なんですよ。例えばさっきの中田敦彦さんとかメンタリスト d a i さんとかはあのまあ、2人ともチャンネル登録者数とかその再生数とかもすごい素晴らしいですけどそもそもなんかあいつらは運が良かったとか天才だったっていう風に言うかもしれないですけどあなたは彼らと同じぐらい動画投稿をなんか5年以上とか続けれますかって話なんですよね僕は続けてなかったです。だから今も続続けけけててそこまでで追い続けてないなんですけど あのその人と同じぐらい努力してない分在であの人は特別だからあの人は天才だからって決めつけるのはその人の努力をないがしにしてませんかとその人が陰で一生懸命努力しているのにいやあいつは努力家じゃなくて天才だからっていうふうに一周するお前は天才だから俺は一生追いつけねえやみたいにその人の影の努力を,をなかったことにするってその人に対して失礼じゃないのって話なんですよね。 でその人は実は自分と同じ凡人だったけど一生懸命頑張ってるタイプの人だったかもしれないわけなんですよにもかかわらず自分から距離を置くのってなんかそのおこがましくないって話なんですよその人に失礼じゃないって話なんですよね。 で結局あの人は天才だからっていうふうに言うことによってもともと凡人だったけど努力して高い能力を手に入れたっていうふうにな現実があったとするじゃないですかただその現実を僕たちが直視してしまったら自分はあの凡人で頑張って成果を上げている人がいるけど自分が凡人で何にも能力ないっていうことは自分が努力してないただの怠け者だという現実に気づいてしまうわけなんですよね。そのの現現実実ににに僕たちうぞう,むぞうっってててていいいはメンタルが耐えらららられないかかか彼は天才だからっていう風に勝手に格,格上げして現実から目を背けて いいるだけけに過ぎないわけなわんですよねで例えば僕の好きなキャラクターで「ハイキュー」というバレーボールの,あの漫画で北さんっていう、まあ、敵の高校のキャプテンがいるんですけど彼はそのなんか、まあ、自分のチームメイトの1個下の2年生の子たちで、まあ、すごい才能のある子たちがいるんですけどあであの他の後輩たちがあいつら天才だからっていう風に言うシーンがあるんですよね。でそれに対してあいつらのことを最初から優秀なんやと思うことは勝負するまでもなく負け取る中ちゅうことやし失礼やと思うねんっていうような発言があるんですよね。まあ、さっき僕がお話し,したようなな内容なんですけど そもそも例えばその天才というふうに呼ばれているあの2年生の,あの、まあ、全国の代表に呼ばれるぐらいのめちゃくちゃ優秀なセッターの子とかいるんですけどその子も小学生ぐらいの頃からずっと朝から晩までご飯食べるようにあのバレーボールの練習してるわけなんですよねみたいなふうにもともと才能があったけどその才能を磨く努力をし続けたわけなんですよねどんなに運動神経が良くてもそのサッカーを全くやったことない人がプロサッカー選手に通用できるわけないじゃないですか。だから その才能があったとしてもそれを磨き続けること才能の種を植えてちゃんと水をやり続けて才能の花を咲かせる努力をし続けた人っていうのが能力高くなってるわけなんですよね。であのまあ 自分は何にも才能がないからっていうふうに思うかもしれないですけどそもそも自分はいろんな物事を試したんですがスポーツとか芸術だったりとか音楽だったりとか絵を描くだったりとか歌ってみるとか踊ってみるだったりとかいろんな副業を試してみるとかいろんなことをまずやってみたんですか自分の才能を測ってみたんですかって話なんですよね部屋で閉じこもって YouTube をだらだら見てる分際であいつは才能があるからっていうふうになんか 遠距離かかかららあい、まあ、いつは別物だっっててう風に言ってませんかとそもそも彼らと同じぐらい努力しましたかって話なんですよね。自分の才能を探す努力しましたかって話なんですよね。で、じゃあ結局何が言いたいのかというとすみませんちょっと左にスクロールしてるけどマインドマップがなんか壊れてるのかさっきから画面がガチャガチャ鳴なってますけど何が言いたいのかっていうと結局人生を変えたいという欲望が自分の熱意があるうちに動けって話なんですよね。でまあ、僕の好きな英語のことわざで情熱には翼があるっていうような ZealHasWings っていう英語のことわざがあるんですけど。 まあ、情熱を使わずにほったらかしておくと勝手に情熱という感情は飛んでいってしまうわけなんですよね。まあ、人間の感情って永遠には続かないわけなんですけどっていうのも、まあ、あの人間の、まあ、ほろ酔い状態とかもお酒飲んでも翌日とか2日後ぐらいにはお酒抜けるじゃないですか。あ彼は これよいのまま残りの生涯を終えていったみたいなこととかないじゃないですかとか自分のご両親とかだってもちろんその若い頃とかイチャイチャラブラブしてたかもしれないけど自分が思春期になったぐらいには普通にそんなあの自分子供たちの前でニャンニャンみたいな,なイチャイチャとかしないじゃないですかそんな終えてなるじゃないですかみたいな風に人間の感情とかって変わっていくもんなんですよねどれだけ腹立ってても10年後に同じようなことであのうわマジあいつ腹立つわみたいな風に腹立たが逃えくり返ることとかってないですよねみたいな風に人間の感情は長期的には続かないわけなんですよなんかアンガ マネ,マネジメントで6秒間、我慢したら怒りの衝動を抑えられるみたいな話とかに聞いたことありますよね。で、それはまあ、逆に言うと自分が。 そのなんか今の現状を変えたい今の人生を変えたいっていう風うに本気で思ってるんなら早めに行動しておかないともう20代後半とか30代とか40代とかになってなんかぬるま湯の中で生きていると周りの人たちも全くあの自分の人生変えようとしません復業しません転職しませんという風うになるとまあ周りの人たちも動いてないしこのままでいいかという風うに思っちゃうわけなんですよねあの2014年に韓国のセオル号沈没事件って覚えてますかえっ、ー、となんか修学旅行生たちがまあ船沈没してるし始めてるんですけどみんな誰も動かないからじゃあ別に沈没しあの 逃げなくていいやというふうに思ってたら沈没してあの修学旅行生のほとんどが死んでしまったみたいな事件があるんですけど東日本大震災とかでも津波が来るっていうふうに言われて逃げろ逃げろっていうふうに言われてるけどその逃げなかった人たちは、まあ、津波なんて来るはずねえじゃんっていうふうに周りが逃げて,逃げてねえしっていうふうに思ってる人たちはやっぱその巻き込まれてしまったわけなんですよねもちろんそういう事故に災害に遭ってしまってる人たちはあの不幸だなというふうに思うしそういう人たちが減ればいいと思うんですけど。 少しででも減ればいいと思うんですけど結局その周りに流されることイコール自分の幸せになるとは限らないわけなんですよねだからその周りに流されて自分の熱意が冷めるよりも自分の心の中にその,あの煉獄教授さんの言う心を燃やせという状況自分の心が燃えているのであればその,あの炎が小さくならないうちに行動を移しましょうよって話なんですよねまあ鉄は熱いうちに打てみたいな言葉もありますよねで あの皆さんが「いや自分は本当は才能があるから」っていうふうに何で周りの奴らは俺の才能を気づかないんだっていうふうに思っていたとしても皆さんが何にも行動しなかったら結局皆さんが軽蔑している毎日そのなんか空いた時間とかを YouTube をだらだら見て過ごしているようなそしての飲み会で傷の舐め合いをしているようなうぞうむぞうと「あなたは客観的に見たらやってること同じじゃないですか」って話なんですよね。でああのまあ そうまあ、しかも場合によっては「俺才能あるから」っていうふうに言っておきながら何も行動してないような口だけ人間っていうような、まあ、最悪なレッテルを払えるわけなんですよね。そういう人間じゃないと自分は才能があるっていうふうに思うんだったらその才能を見出すためのあの。 まあ、場所を探せとアウトトプットしろって話なんですよね自分の才能を認めてもらうための居場所を自分から探しに行ってますかと例えば自分が歌が上手いとかボイ,ボイパができるとか何かしら特技があるんだったらそれをなんか SNS とかで情報発信してますか誰かに自分の才能をあの気づいてもらえるようにアウトプットしてますかって話なんですよね。 であのまあ、残,残念なことにとかいいことでもあるんですけど日本は治安がよくてそして終身雇用制度とかも、まあまあ、若干崩壊しつつあるけどあの雇用も手厚いから一度就職したらなかなかクビにされにくいわけなんですよね特に公務員とか大企業として働くことができたら安定した給料をもらうことができるわけなんですよね。で、まあ、まあ代わりに自由が全然ないし向上心のない人ばかりの,あの職場環境になるわけなんですけど。 ただととははいえそのだろうあの、まあ、生きていくことはできてこででるわけなんですよねただ、まあ、理不尽なスケジュールとか自分がやりたくないことを淡々とやらされるそして、まあ、週5日労働とかだったら人生の7割ぐらいは自分がやりたくないことに費やされるわけなんですよね。それが幸せかと言われたら、まあ、給料をもらえて生きていくことができるけどそして周りの他の仕事をしてる人たちからしたら公務員とか大企業って安定していいねっていうふうにうらやましがられるからいいのかなっていうふうに思っちゃうわけなんですけど。 本心は自分の本心はそれが幸せじゃないって皆さん気づいてますよねって話なんですよね。でこれさっきも言ったんですけどそういう風に自分頑張らなくてもいいやと一回就職したらもうこのままでいいやみたいな風にに、ま、周りと同じようにずぶずぶのぬるま湯に使っているとあの、まあ、そのぬるま湯の温度が冷えてきたら自分の体もどんどん冷めてくるわけなんですよね。で 早く新しい温泉を探しに行かないと、キンキンにその自分のぬるま湯が冷えた状態になって気づいてからでは、もう体が冷え切って動けないわけなんですよね。で、結局急いでその風呂から出たところで、そのキンキンな、まあ、もう冷たい水から出たところで、新しい場所にどこにもたどり着けることなくのたれ死んでしまうわけなんですよ。まあ、日本というののを巨大なタイタニック号が人口減少とか、まあ、経済縮小とかもあって、まあ30年間経済停滞してるとかもあって、そういう日本というのの巨大なタイタニック号が沈んでってるじゃないですか。で、このまま僕たちも セオルゴ沈没事件の修学旅行生たちのように何もせずただ指をくわえて一緒に沈没するのを待ちますかそれともノアの箱舟みたいに自分で船を作ってあの自分の居場所を求めて自分の大事な人たちだけを抱えてあの別の場所を目指しますかって話なんですよねだから結局自分の人生を変えたいというふうに思うんだったら自分のそのそ熱意欲望があるううちに動きましょよよって話なんですよね。だから何か言いたいのかっていうと1日1回のスクワットとか1日1ページの読書とか些細なことでもいいから。 まあ、あのそんな些細なことで人生変わらないでしょうっていうふうに思ってるかもしれないですけどそういう些細なことを積み重ねてこなかったから僕たちは今あの社会の底辺を這いつくばって生きてるんですよねとそんな些細なことすらできてない人間が自分の人生を大きく変えられるわけねえじゃんって話なんですよ1日1ページの読書とか1日1回のスクワットとかを1年やったら36回365回365ページ本を読むことになるわけなんですよだったら何にも努力してない過去の自分とか自分の身の回りのうぞうむぞうたちよりも確実に差は生まれてくるはずなんですよね だから。 まあ僕みたいに僕も何の才能もないから運動も勉強もあの人とのコミュニケーションとかも何の才能がない人間だったけど少しずつ努力を積み重ねることによってまあ確実に昔の自分よりは成長できてるなっていうふうに感じるわけなんですよねメンタルだろうが体力だろうが知力だろうがねそのなんかあの昔小学生の頃とかあの千と千尋の神隠し」の顔なしの方がまだ語彙力あったわけなんですよあの小学生の頃の僕なんてアートうぐらいしか語彙力なかったんですけどそれでも今こうやって自分の意見をあの喋れるようになったわけなんですよねそれぐららいい人間はいつか 自分を変えることができる,だけあの,できるのは自分だけだし。 そしてもう自分は今からじゃあ遅いよっていうふうに思うかもしれないですけど結局人生の中で最も残りの人生で最も若い瞬間って今この瞬間なんですよねそして人間が変えることができるのは過去も未来もあ過去を変えることができないし未来を決定づけることもできないし人生で変えることができるのは今この瞬間だけなんですよだから僕の動画聞いてる暇があるんだったら今すぐスクワットしてください今すぐ1ページ本を読んでくださいって話なんですよねそれぐらいできることから人生変えていきましょうとだからあの 今回お話したかった内容はあなたが嫉妬している人と同じぐらいそもそもあなたは彼らと同じぐらい努力してますかと彼らと同じ土俵に上がってますかって話なんですよねな,なんか YouTuber とか芸能人とか,あのなんかボロクソに悪口書いてるかもしれないですけどじゃああなたはそもそも人前で誰かからあの評価されるような場所で YouTube とかで情報発信してますかって話なんですよねだからそうじゃない人たちそうじゃないというのであれば 自分の行動を変えてみた方が、改善した方が自分の人生になるかのためになるかもしれませんねと。ただ、努力しない自分を正当化して、このまま社会の底辺を這いつくばっていきたいというふうに思う方々は、別にそのままでいいんじゃないでしょうかと。それは皆さんの人生です。皆さんのご,ご勝手にどうぞということを今回お伝えしたかったです。ということで今回は以上。バイバイ。